セクシーゾーンの松島さとしが28日発売のファッション誌オッチ4月号小学館に初登場する。読者の会社の上司、同僚、後輩、取引先を演じるスーツ男子企画でデザイン会社勤務のエディトリアルデザイナーを熱演する。新製品のカタログ制作を任されることになったあなた、読者はイメージを膨らませるべく馴染みの書店へ向かう。写真集がずらりと並ぶ書店には先客がいる。一冊の写真集に手を伸ばすと、え、この写真家好きなんですか？僕もです。急にすみません、同じ好みの方にあったのが初めてで、不詳と急に話しかけられる。彼が勧めてくれた本を片手にお気に入りカフェに入ると、書店で出会った彼が偶然にも隣の席にいる。あ、また会いましたね。かっこ笑い。せっかくだし一緒にどうですか？名乗ってなかったですよね。松島さとし26歳ですと挨拶。話せば話すほど性格も趣味もぴったりと合うことが分かり、意気投合する。